When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟は J1 の舞台で戦うアルビレックス新潟の勇士や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。まずはアルビレックス新潟の情報から。先月28日に行われた明治安田生命 J1 リーグアルビレックス新潟対ガンバ大阪の様子を振り返ります。解説は日刊スポーツアルビゴ担当小林忠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではアルビのスターティングメンバーこちらです。今回は伊藤が真ん中に入りました。そうですね、高木選手と自由にポジションを入れ替えながら攻撃を組み立てていく形を狙ったと思います。勝って波に伸びたいアルビ、しかし小林さん、はい、またも立ち上がりでした。そうですね、これちょっとバウンド伸びた感じがありますよね、はい、でうまく入れ替われて、はい、ボール奪われてラストパス、いや小島選手も触ってたんですけどね、惜しかったですね、はい、立ち上がりの失点が多いですか。そうですね、やはり序盤ちょっと簡単にシンプルにプレーしていくことが大事なのかなと思います。しかし攻撃の形は作っていきます。この場面いかがでしょうか。そうですね、流れるような攻撃からもうちょっとこう人数をエリアにかけたかったでしょうかね。はい、数的には不利でした、はい、でも高木選手中に入ってきて打つというところは狙い通りなのかなと思います。迫力のある攻撃です。続いても縦への速い攻撃、ここで高木がファウルを受けフリーキックです。伊藤がボールの前、このフリーキック止めたのは東口でした。小林さん、いや元新潟の守護神ですよね。はい、抜群の反応、枠捉えてました。そうですね、もうちょっとスピードがあったらってところですかね。続いて前半終了間際です。小林さん、はい、ここちょっと選手同士の距離がちょっと伸びちゃったんですかね。最後はフリーでした。そうですね、ちょっとあっけなくいられちゃった感じですよね。結果として中央がら空きになってしまいました。そうですね、人はいるんですけど全部後追いになってしまってますよね。人を捕まえられずスペースも埋められないという、はい、ここで前半終了です。悪い形が続きましたか。そうですね、ちょっと立ち上がりのところでミスがあって、うん、ちょっと士気が下がっちゃったのかなっていう印象ですけど、うん、まあ、うまく攻撃も組み立てられなかったのかなという印象です。そしていきなり後半3人の選手を投入です。勝負に出ましたね。そうですね、もう点を取りに行こうというメッセージですよね、はい、後半3分コーナーからマイケルのゴールが生まれます。いかがでしょう。いや素晴らしいキックの精度ですよね、はい、高木選手に聞いたんですけど、あの芝生の部分と陸上トラックのところのこうつなぎ目、段差があるので蹴りづらい、そうです。ピックス、なるほど。それでもあのボール、ホームだからこそ知り尽くしているというところですね、はい、そして攻勢をかけますアルビ。さあ、このシュート、鋭いシュート、水戸です。しかったですね、うん、藤原から水戸、鋭い攻撃でした。いやここまでは完璧ですね、タイミングもバッチリです。はい、得点の雰囲気は生まれています。そしてここで三度の失点なんですが、この場面いかがですか。いやこれちょっとお見合い、いつもの新潟らしくないプレーが出ましたよね、はい、まあ、1点返してこれからって時だったのでちょっと残念でしたね。ここでマイケルと三度がどっちが行くんだと見合っているうちに失点が生まれてしまいました。声を掛け合ってると思うんですけど、やはりこう会場の声援で聞こえなかったでしょうかね。さあ続いては水戸のミドルです。いやーこれも何本止めるんですか。いやー元新潟キーパーを育てる力があるということを見せつけてくれているんでしょうか。このまま試合終了となりました。連敗です。そうですね、去年上位3チームから勝ち点9奪っているにもかかわらず、今年ちょっと調子に乗れてないチームに勝ててないので、ちょっと勝ち点3欲しいですよね。選手からも納得がいかないというような表情です。このやっぱ勝ちに行かないと、全く意味がないんで、やることも信じながら、やっぱりその勝ち点戦をどういうふうにいくことが一番大事です。
まあ、形というか、まあ、少し戦う姿勢だとかそういう部分ゴールに迫るとか、まあ、そういうところは見せられた中、まあ、いいあの入りで、まあ、1点取り返してと、まあ、ただまた残念な、まあ、失点が続いてしまったというところで、まあ、本当に、まあ、しっかりとこの結果は重く受け止めて我々の今の実力だというふうに思ってしっかりと反省しなくてはいけないなと思っています。15節終わりまして順位は13位となりました。勝ち点は下位のチームと徐々に接近してきました。苦しいです。次のゲームは今日午後3時からアウェー湘南ベルマーレ戦です。では小林さん、はい、傾向と対策見てまいりたいと思います。まず湘南ですがどんな特徴のチームと言えるでしょう。そうですね、このようにこう縦に速いサッカーを目指しているのかなと思いますね。そうですね、こう直線的な強さがある、はい、そんなチームです。ですね、フォワードには町野選手いますからね。うわ、強力フォワード。さあそうした力強い攻撃をどうかいくぐることができるのか、はい、このあたりも一つのテーマになりそうです。そうですね、うん、では守備面でのポイントは。そうですね、やはりこうボールの取りどころでしっかり取る、あとこうゴールから遠ざける守備は徹底した方がいいと思います。はい、さあそして奪えばまたチャンスもやってくるかと思います。そうですね、あの両サイドバックのアーリークロスに一つ勝機があるんじゃないかなと僕は思ってます。それはどうして。そうですよ、クロス対応湘南さんちょっとここをうまくいってないので、うん、まあ、その辺をついていければ複数得点のチャンスはあるんじゃないかなと思います。はい、まさにアルビレックス新潟が得意にしているサイド攻撃、これが一つのポイントになるんではないかと。そうですね、あとこうセンターフォワードが競った後のこぼれ球を小見選手だったり水戸選手が拾ってシュート、ちょっと狙いどころかなと思います。はい、水戸の今季2得点目、あるいは小見の J1 初ゴール、はい、こういうところも本当に見たいですね。そうですね、あの今週の練習も小見選手左足のシュート特訓してたので、はい、生まれるんじゃないかなと思いますね。早く見せてほしいです。そうですね、はい、さあ3失点の敗戦からの立て直し、守備もポイントですね。そうですね、もう同じことは繰り返さないと思うので、はい、しっかり無失点で抑えてくれると思います。さあ今度はどんなゲームとなるんでしょうか。落としたくない17位湘南とのゲーム、ぜひご注目ください。小林さん、今週もありがとうございます。ありがとうございました。アルビレックス新潟、今後のホームゲームの予定です。7日には天皇杯2次ラウンドレイラック滋賀 FC 戦、そして11日には明治安田生命 J1 リーグ17節京都サンガ FC をホームに迎えます。皆さんもぜひビッグスワンでアルビを応援してください。ビッグスワンにあの男が帰ってきた。2020年シーズン途中から加入した元アルビ戦士チョン・テセさんです。26試合で9得点を挙げたテセさん、在籍期間は短かったものの後半途中に出場しハットトリックを達成するなど、サポーターの記憶に残る強いインパクトを残しました。移籍後新潟を訪れるのはこれが初めてだといいます。記憶が蘇りますよね、あの新潟時代のこの熱い応援の。今でもサポーターから大人気のテセさん。アルビにいた選手はやっぱりファミリーですよ。ああ、そうですね、ありがたい。でもまだトレーニングとか続く。逆に今の方がしてます。ヒサロに行ってるでしょ。ヒサロ行ってます。ヒサロ行ってるって言ってましたもんね、じゃあチリプレーで。ああ、そうそうそう、ヒサロ焼けっていうね。いや、おかげさまでこれが新潟なんですよね。このサポーターの熱が、熱さが、温かさが。久しぶりにアルビのサポーターと接したテセさんは、想像以上に僕の個人情報を知っててびっくりしました。さすがだなっていう。ビッグスワンの周りを歩き、テセさんが見つけたのは選手の缶バッジガチャ。伊藤亮太郎熱い。伊藤亮太郎熱い。今をときめく伊藤亮太郎。続いてテセさんがやってきたのは、食べたことないですね。バスセンターのカレーなんですか。食べてみたいです。テセさんが食べたいと言ったのは新潟のソウルフード、バスセンターのカレーです。ありがとうございます。結構辛いですよ。あ、もう辛いの大好き。お疲れ様です。お疲れ様です。
あたか君、ありがとうございます。カレーを食べようとしたところ、多くのサポーターの拍手に迎えられることに。囲まれてます。いただきます。これ美味しいですね。これ誰が食べても美味しいですね、絶対。アルビのプレイヤーとして戦ったホームビッグスワンでのサポーターの声援が今でも特別だとテセさんは話します。まあ、他のクラブが憧れますよね。フォードクラブがホームとしてプレーできることは、そんぐらい、いいですよね、このサポーターの声援。もうちょっと痛かったですよね、だから、ですよね、はい。ここ数試合思うような成績が出ていないアルビの現状についてテセさんは、よくあることですね、最初はみんな驚いてもう対応できないんですけど、ちょっとずつ対応されながらまたこう進化するための壁が現れただけなんで、まずその壁を突破すればまたさらに進化できると思います。そしてアルビで最も注目している選手を一人伺いました。三戸俊介選手がやっぱり僕がいた時に練習生で、もう超可愛くて超純粋 でその選手がもう J1 で堂々とやってる姿になんかちょっと感銘を受けるんですよね。簡単とするんで、この声援見通しいんですけど、どれだけ上に行くかっていうのはすごい楽しみです。今でもアルビサポーターから愛され続けるテセさん、これからは新潟の魅力を世界に届けてほしいです。来週は長岡サッカースポーツ少年団の挑戦を伝えます。お楽しみに。